ちらこそ。あれ、お久しぶりです、リー様。お久しぶり、おとちゃん。ドクターも奇遇ですね。奇遇ですね。本当に奇遇ですね。本当にリーさんとも先ほどそこでばったりお会いしたんですよ。あ、そうなんですか。何やられてたんですか。それぞれ、まあ、本当にプラプラっていうか、ドクタープラプラ。私はリー様はここちょっと待ち合わせなんですけど、ギガさんははしゃいでたみたい、一人で。あ、そうです。あ、まあ、いつものことですね。そう、いつもみたいはしゃいでたんだって、なるほど、なるほど。私が電話をした唯一の相手というか、唯一ではないですけども、今日ちゃんと電話をした2人、リーさんとルーファスにだけ電話をしたんですけれども。あ、そうなんですか。そう、その2人をとここで出会うと、ま、打ち合わせしたみたいじゃないですか、そんなのみたいな。ねえ、40分集合でしたっけ。あ、そうでしたかね。うん、そうでしたかね。時間通りです。何をしに行く予定だったかな、おじさん3人集まって。すごいですね。こんなことってやっぱあるんですね。と一緒に、うん、すごいよ、本当に、うん、びっくりします。私もなんかここに来る予定じゃなかったんですけどね。そうなんですか。あ、違う、レギオンだわって言って途中で変えてもらいまして。うん、おー、それがなければ ね、 ね、おじさんはね、惹かれ、お、もう珍しいなっておっしゃってました。どれに対してなのか、誰に対しての珍しいなのか、この3人が喋ってることが珍しいのか、のかもしれませんね。ドクターのことか、リー様のことか。うん、やっぱ珍しい組み合わせではあります。まあそれはそうですね。本当に珍しい組み合わせね。あ、組み合わせですか。こんばんは。こんばんは。こっからしたらマクドナルドさんが珍しいけどな。うん、お父さんとルーファーさんとドクター。そうですね。お父さんとルーファーさんって、ルーファー2人いましたけど。僕なんかお父さんって呼ばれてる。レキ様、こんばんは。そう、え、リーさんがお父さんって呼ばれてるんですか。いや、まあ、あの、な、あ、まあ、話すとちょっと長くなっちゃうんで。あ、私のお父さんってわけじゃないんだけど、ね。あ、そう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 。そうね。それはそうでしょう。うん、それはそうなんですか。どうも。何されてるんですか。何の話をしてたんですか、私たちは。ばったりあって、本当にばったり。偶然ですね、っていう話をしてる。バトルバスケ？そうなんですか。何をやろうとしてるんですか。何が始まろうというのか。何を。ボス、バットルバスケって今。バッタリバスケ？バットルバスケやろうかと思ったって今のは分かった。ああ、あの、滑舌だけではなくて、この、聞く方の力もちょっと今、リスニング力もちょっとね。リスニング力もちょっと怪しくなってきているかもしれない。うん、あ、ど、まあ、バスケでも私はできるよ。バスケ私強いですよ。おお、そうなんですか。うん、まあ、ドクターなのにそんな運動神経もいいんだね。まあやっぱりね、あの、ああいうのはもう物理学とか、そういった学問に、照らしてみれば簡単にシュートなど入る。これはできないタイプです。できないタイプ。失礼。できますよ。私最近あの体を強化することを覚えましたからね。あ、そうなんですか。せっかくなんでお見せしましょう。おう、行きますよ。なんだ。はあ、はあ、気を感じる。はい、行けました。こうなるとです、何ができるかというと、はい、例えば
ほら、しょうもない。あと、しょうもね。あ、体が重い。ああ、ああ、ああ、なるほどね。おあと、うん、こういうこともできます。うん、あ、もう風、街が吹き飛んでしまいましたね。ちょっとホットドッグに当たっちゃうんで、ちょっと。今、狙ってるな。うん、ギリギリをね、今、狙いましたけど。かすめるぐらいでね。そうです。なるほど。ほらもう、ほらもうマクドナルド様には一切伝わってませんからね、もう。ああ、重い。体が強化されてるから。重いな。どうやったら弱体化するんでしょう。これはですね、時間とともに弱体化していきます。あ、時間経過なんですね。そうです。ルクさん。あ、戻りました。あ、戻ったんだ。戻る時もその音なんですね。そうです、そうです。そうですか。まあ、このような力があれば、バスケなどはね、簡単に、勝つことができます。でも、体重いっておっしゃってませんでした？あ、いや、その、あれですか、フリースローは強いですよね、だから。あ、まあ、ラーメンでも食べて。ね、なんでラーメン渡したんですか、今。お腹空いてるんじゃないかなと思って。お腹は空いてませんよ。さっきあのホットドッグ買ったばかりなんですから。ああ、そうです。そうなんですね。ありがとうございます。ホットドッグ私も買おうかな。